皆さん、こんにちは。ピクテジャパンの塚本です。今日は、金価格2000ドル割れの背景と今後の見通しというテーマでお話をさせていただきます。最後までご視聴いただければ幸いです。まず、金価格2000ドル割れの背景と今後の見通しとい、えー、ったところからご紹介させていただきたいんですが、こちらの上段でお示しさせていただいておりますのが、 5月19日までの過去1年間の金価格の推移です。昨年の5月から9月後半までは下落基調だったものが、11月上旬にかけて底を打ちまして、えー、その後、えー、ずっとこう上昇基調に転じていったことがご覧いただけるかと思います。その背景となる大きな要素が下段でお示ししておりますベードル指数の下落です。 ですね。ずっと下落しております。まあ、このように、過去1年間を振り返りますと、上の金価格と下のベドル指数というのは、まるで鏡で映したかのような。つまり、ベドル指数が上がりますと、これ上がりますと、金価格が下がり。そして、逆にベドル指数が下がると、金価格が上がると。すなわち、この動きが逆の動きになっている。 これを逆相関の関係と言います。これは金がドルの代替資産として考えられていることから、ドル指数が上昇しますと、えー、金価格はその魅力が減少するということで下落圧力がかかり、逆もですね、ドル指数が低下すると今度は代替資産としての魅力が増すために、金価格には上昇圧力がかかるから、というふうに考えることができます。さて、 直近の動きをご覧いただきますと、今年の4月に、金価格は2000ドル近辺で横ばいで推移しておりました。その時、ドル指数も横ばいだったんですね。そして5月に入りまして、米ドル指数が急上昇してくるということで、金価格は足元、2000ドルを割り込んできたというふうに見ることができます。すなわち、足元の2000ドル割れ、この背景には、 ドル高の影響があるということなんですね。もちろんそれ以外にも、3月上旬のここですね、金価格が大きく上昇したきっかけになりましたのは、アメリカの地銀の破綻をきっかけとする金融システム不安です。ただ、その金融システム不安も足元を和らいだり、さらにアメリカの債務上限問題に関しましては、5月19日までの段階では、楽観視が広がっていた。 こういったところも別の材料としては挙げられるかと思います。まあ、これらの要素のうち、過去1年を振り返りつつですね、この足元のドル指数の動き、これをですね、この背景なぜこうなったのかということについてもう少し見ていきたいと思います。こちらの上段は先ほどと同じドル指数の推移なんですね。昨年の9月終盤には、ドル指数はピークをつけ、 その後も見合っていたんですけれども、こ、えー、この11月以降、ドル安へと転じていったことがご覧いただけるかなというふうに思います。この背景ですけれども、アメリカは急速なインフレ率の上昇を抑えるために、このグラフの少し前です。昨年の3月から利上げ局面に入っていました。FRB は、 3月には0.25%、その後0.5、0.75%と、通常の3倍速とも言える0.75%ずつ引き上げを続けていました。その利上げペースの減速が示唆されたのが、ちょうどこのタイミングなんですね。それを受けまして、こちらの薄い線がアメリカの2年国債、そして、えー、濃い青い線が10年国債の推移ですけれども、 金利上昇のペースが緩やかになり、そして11月の初旬に入りますと、2年国債も10年国債も利回りが低下し始めました。まあ、このように金利面での魅力が失われていくということで、米ドル指数も同様に低下に転じていったことがご覧いただけるかと思います。このドル指数がずっと低下傾向にあったのが上昇に転じた局面、これは 下の国債利回りをご覧いただきましても、やはり上昇に転じた局面で、この背景は、ちょうど時間に軸にしますと、2月の初旬,初旬からですね、3月の初旬にかけての出来事なんですけれども、再びアメリカで利上げ懸念が台頭したことで、この利回りの上昇につながる。それがベドル指数の、えー、一時的な上昇に、こうですね、一時的な上昇につながったと考えることができます。 それと似た動きがまさに足元5月に入り起きているということになります。えー、このオレンジ色の階段上のグラフをご覧いただきますとまさに予想した通りですね、利上げのペースは減速してき、えー、ておりまして5月3日まで開催された FOMC で政策金利が再び0.25%引き上げられたその際に発表されました声明文において今まで盛り込まれておりました いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込むという文章が今回削除されたことで、利上げ停止の可能性を示唆すると受け止められたことで、アメリカの10年国債利回りは、5月1日に日中つけました3.6%から、下がっているのはご覧いただけるかと思います。 えー、10年国債は、えー、3.6%から5月4日、翌日にはですね、一時3.29%まで金利は低下したんですね、えー。こうした中で、この金利低下はわずか、えーまあ、1日2日しか持たなかったということで、再び利上げ懸念が台頭するきっかけとなりましたのは、5月5日に発表されましたアメリカの雇用統計です。 アメリカの雇用者数が予想を上回る伸びとなり、また賃金も加速したことで、労働市場の強さが再認識されまして、6月の利上げ懸念の再燃へとつながっていきます。5月10日に発表されましたアメリカの消費者物価指数は、インフレ鈍化を示唆する内容だったのですが、もう一つ、利上げ懸念再燃につながった材料というのが、5月12日に発表されました、 アメリカのミシガン大学の5月の消費者調査の速報値です。長期のインフレ期待が予想外に加速しまして、なんと12年ぶりの高水準となる3.2%まで上昇したことで、再び6月の利上げ懸念が台頭し、さらには週明けの15日にはミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が、労働市場は依然として過熱状態にある。 インフレ鈍化にはまだ長い道のりがあると。こうした高派的な発言をしたこともありまして、金利はその後上昇をし続けると。えー、いうことで。えー、さらに5月18日には債務交渉の行方を楽観視する見,見方も広がりまして、リスク資産が急進、株高、国債利回り上昇、ドル高となったことで、金価格は1980ドル台から1950ドル台へと、 大きく下落しています。その後もご覧のようにですね、金利上昇の流れは続いておりまして、23日には一時3.76%までアメリカの10年国債利回りは上昇しました。まあ、こうした金利上昇を受けまして、上のですね、ドル高が進展していったということなんですが、今は5月25日の朝9時ということなんですが、今のところ、 この5月18日につけました1952ドルが金のスポット価格の5月の最安値となっています。このように5月には金価格が2000ドルを割り込んできた主な背景には強い雇用統計、賃金上昇、インフレ期待の上昇を示すこうした経済統計によりまして市場が6月以降の利上げを織り込み え、米国国債利回りが上昇。それがドル指数の上昇につながったことで、ドルの代替資産としての金の価値が低下したと考えることができます。では、今後の見通しについてなんですけれど、昨日、5月24日の時点では、FF 金利先物が織り込みます、6月の、次回の FOMC における利上げ回数は0.3回。7月の FOMC まで、 合計で0.74回と、6月の利上げシナリオと、さらに6月はスキップして7月に利上げが行われるシナリオを市場は織り込んでいます。ただ一方で年末にかけては今の水準から1回程度の利下げを未だに市場は織り込んでいます。まあこの予想通りになるということであれば、しばらくは金利上昇リスクは残るものの、 利上げのピークアウト局面には近づいているということ。そして1999年以降、この利上げのピークアウト局面前後から金価格は上昇する傾向にあったことから、前のページでもお示ししました、金価格の上昇トレンドは続く可能性も十分想定できるのではというふうに考えています。さらに、ピクテの推計では、 このベドル指数ですけれども、均衡点からおよそ1標準偏差もドル高にあるということも今後ドル安になりやすい環境につながると考えています。一方でリスクシナリオですが、5月26日にはアメリカのミシガン大学の5月の消費者調査の今度は速報値ではなく確報値が発表されます。 先ほどご紹介したように速報値は12年ぶりの高水準となる3.2%でしたが、現在マーケットは3.1%への低下を予想していますので、このように下方修正されればインフレリスクは低減する一方で、速報値を上回るようになりますと、さらに金融引き締めシナリオが市場に織り込まれるリスクがあります。さらに6月の2日には、 アメリカの雇用統計が発表されますが、ちょうど前日がですね、X で、債務上限問題の X でと言われておりまして、つまり、そこまでに共和党と民主党が債務上限引き上げに合意できませんと、アメリカの国債がデフォルトしてしまうというリスクが高まってまいります。え来月頭に向けまして、まあ、世界の金融市場は、値、えー、動きの大きな展開が予想されるかなということです。 実際、6月の1日満期のアメリカの短期国債の利回りなんですが、今まで23日まではですね、5%台だったものが、24日の入浴ーー時間には一挙に7%を超えてきたり、米国の国債がデフォルトした際の保険料にあたる CDS の1年ものが、昨年末の段階では0.16%だったものが、足元、 一旦落ち着いたんですが、再び上昇してまいりまして、1.65%まで、えー、急上昇してきていたり、マーケットは落ち着かない日々が続くと思います。ただそうした市場の、えー、短期的な大きな変動はあるにしても、アメリカがデフォルトに陥らないと、えー、いうことを前提とするのであればですね、先ほど申し上げましたように、えー、今は、 米国国債の利上げのピークアウト局面に近づいてきています。過去そうした局面の前後から金価格は上昇する傾向にあったことを改めてご紹介させていただきたいと思います。米国が高金利下にありました1970年から90年代までは、えー、別の動きを示していたのですが、ご覧のように99年以降というのは金価格は アメリカの政策金利引上げのピークアウトの局面前後から上昇する傾向にありました。最初の期間はここですね。えー、この期間には世界株式がその後本格調整期に入る一方で金価格は上昇しまして、えー、このピンク色でお示ししました期間は世界株式が31.8%の下落。 となったのに対しまして、金価格は27.1%の上昇となり、世界株式に対しての分散効果が発揮されました。次のリーマンショックを含む期間ですね。こちらの局面では世界株式はこの期間通じてみますとマイナス31.8%。それに対して金価格はこの期間だけでもプラス41.8%。その後も上昇し続けた。 といったところがご覧いただけるかと思います。最後のコロナショックの際ですけれども、ここですね。世界株式は0.8%のプラスとなりましたが、金価格はプラス25.8%となりました。こうした過去のパターンを繰り返すということであれば、これからまさに米国の利上げのピークアウト局面に入ろうとしておりますので、株式の下落に対する備えとして、 ポートフォリオの分散効果を果たす資産として、さらにはポートフォリオのリターン向上を期待する、そうした投資家による金の需要が拡大していく可能性は十分あるのではというふうに思います。もう一つ、金を持つ意義について改めてご紹介させてください。この金というのは非常に希少性が高い貴金属であります。また古くから世界共通の通貨としての側面を持っています。 近代に入りまして、経済的、政治的な理由から大量に通貨供給がなされ、通貨価値の下落リスクがくすぶる中、その希少性の高さから、金は相対的な価値を高めてきたと考えられます。今回も、2020年に発生しました、新型コロナ対策として、経済的な理由から大量に通貨供給がなされてまいりましたが、それもやはり通貨価値下落リスクにつながり、 希少性の高い金の相対的な価値を高めていくものと考えられます。こうした通貨価値の下落への備えという観点にもぜひご注目いただきたいと思います。それでは、ここからは今年の1、3月期の金の時給動向を振り返り、そこから今後の金価格の見通しを考えていきたいと思います。まずはこちらにお示ししておりますのが今年1、3月期の金需要。 OTC、これ先物等にが反映しているんですが、OTC を除いたものは、前年同期比でマイナス13%の減少の、1 0飛び81トンとなりました。主な減少要因はどこにあるかというと、この前年同期比ですね。数字をここに打ってございますけれども、主な原因は、この前回、1年前は大きく伸びていた金の ETF が、今回、この減少幅は、 減少の幅を縮小しているんですが、えー、こうマイナスになっているということで、ここの変化の影響が大きかったということなんですね。実際他の項目を見てみたいと思います。中央銀行は83トンから228トンへと、えー、前年同期比でプラス176%増となっています。えー、次に宝飾品需要は475トンから478トンと、 これはほぼ横ばい。一方で、えー、投資需要の一角でございます、バーコイン需要なんですが、えー、昨年同期の288トンから302トンへとですね、前年同期比で5%増となっています。まあ、ここで、えー、ご覧いただきますように、えー、そういった意味で、こう比較的中央銀行も増え、宝飾品も安定し、バーコインも伸びている中、この紫色の部分、 すなわち金の ETF 需要というのが大きくプラスになったりマイナスになったり、これは先物オプション需要と並んでですね、金価格を大きく変動する傾向にございましたので、後ほどどのように影響を実際に市場に対してもたらしているのかご紹介をさせていただきたいと思います。その前に、まずは中央銀行の金需要について見てみたいと思います。 こちらにお示ししておりますのは、市販機ベースでの動きで、今年の13月期の世界の中央銀行による金需要は記録的な水準となりました。228トンというこの水準というのは、過去この13月期ベースで振り返りますと、過去最高記録しました2013年の水準を34%も上回ったものとなります。 主な購入した国をご紹介させていただきますと、まずはシンガポールです。シンガポール金融管理局は69トン購入し、さらに中,中国人民銀行は金準備を58トン増加させました。2022年の11月に購入の報告を再開して以来、金準備をすでに120トン増加させてきたことになります。 その結果、中国は合計2000飛び68トンまで金準備を引き上げてまいりました。トルコも再び大量の金を購入しています。1、3月期には30トン公的準備が増加しました。これにより金準備の総量は572トンまで増加しています。そしてインドの中央銀行も第一四半期に7トン追加し、 金準備を795トンまで引き上げていますえ。金には金そのものが通貨であった時代でありますとか、政府が発行する紙幣の裏付けが、えー、この金であった時代もありました。まあ、現在でも、えー、各国中央銀行は外貨準備の一部として金を保有するなど、金は通貨の代替としての存在感を保っています。 まあ次に世界の宝飾品需要を見てみたいと思います。世界の宝飾品需要は合計で478トン。前年同期の475トンと比べ、ほぼ変わらずとなっていたのですが、ただ中身より見るとですね、結構デコボコがございまして、えー。例えば中国の場合、ゼロコロナ政策の撤廃によりまして、宝飾品需要が拡大しまして、 前年同期比でプラス11%となります198トンの購入需要となりました。一方でインドはですね、ご覧のように減少しております。この背景にはインドルピー建ての金価格が過去最高を更新したことで、宝飾品需要を抑制し、昨年13月期の94トンから78トンまで減少しています。 その他の国においても高い金価格によりまして同様に宝飾品需要は抑制されていたのですが一部の国では投資需要による需要が急増している国もあります次に投資需要の一角であるバーコイン需要を見てみたいと思います先ほどもご紹介したように2023年13月期のバーコイン需要は世界全体では302トンと 過去5年平均を14%上回りました。こちらの棒グラフですが、コイン、バーコイン需要の前年からの変化、すなわち前年同期との差を見たものなんですね。なので、この1、3月期の増加額ではなくて、この変化をお示ししておるんですけれど、中国のまずバーコイン需要をご覧いただきますと、合計で、 え、13月期は66トンなんですけれども、前年同期比で見ますと、プラス34%の17トンの増加となりました。このように前年同期比で17トン伸びた背景としては、ゼロコロナ政策からの脱却と、金価格の上昇が背景にあると考えられています。一方、トルコではですね、ご覧のように、インフレによる実質金利のマイナス、 といった状況に置かれていることでありますとか、選挙にまつわる不透明感から投資が拡大してまいりまして、前年同期比でプラス398%となる40トン増となりました。一方でドイツでは減少しているんですね。9年ぶりにドイツでは実質金利がプラスに戻ったことで、金需要が35トン減少してまいりまして、 2008年7、月期以来の最低水準となる13トンの購入といったところまで落ち込んでおります。もう一つの投資需要、金 ETF 経由での金需要を見てみましょう。金 ETF 需要はですね、ご覧のように四半期連続で流出となっています。ただ、直近のこの1、3月期ですが、 1>, 1月2月にかけては資金流出となりましたけれども、3月は資金流入へと転じてきました。その状況をこちらの下のですね、灰色の線でご確認いただきたいと思います。これは今ご覧いただいておりました、市販機ベースでの動きを、日時ベースでご覧いただいているものになります。ご覧のように、1、2月にかけては金山高、えー、減少していたんですけれども、3月、 ちょうど3月8日あたりはボトムとなっているのですけれど、ちょうどこのタイミングというのは、えー、アメリカの地銀が破綻し、金融システム不安が拡大したタイミングにあたります。さらに上段でお示ししております金先物オプションのポジションも、えー、上昇しておりまして、ドル建ての金価格はそれに沿って上昇していたのがご覧いただけるかと思います。今日の前半でですね、ドル指数の上昇、 そしてアメリカの資金破綻の懸念、そして債務上限問題などについて解説してまいりました。こうした材料を見ながら、えー、短期的にはこの投機筋の売買が、そしてより緩やかにはこの金 ETF を通じた機関投資家の売買が金価格を動かしてきた、えー、ということがご覧いただけるかと思います。やはり3月の8日以降、この金 ETF の増加、これが続くかどうか、 というのが注目です。ということを前回もお伝えさせていただきましたけれど、やはり5月に入り、この、えぇ、ー、投資家経由での金の購入も一旦スローダウンしていると。いうことで、えー、この、投機筋の動きがいつ情報に転じてくるのか、そして機関投資家が再び、一金 ETF をいつ買いに来るのか、といったところが注目のポイントになってくるかなというふうに考えておらございます。ただですね。 えー、今足元、ちょうどアメリカでは債務上限問題で言えておりまして、えー、先ほどもご紹介させていただきましたように、アメリカのデフォルトリスクが話題となってきています。金と米ドルの相対価値を1901年まで遡りますと、過去にも多額の財政赤字、ハイパーインフレーションなどの影響によりまして、金に対する米ドルの価値は大きく下落した局面が数回あったことがご覧いただけます。 一方で金はその価値を維持し圧倒的な価値の保存力を見せてまいりました。金利を考慮しないと仮定するのであれば歴史は金が最強の通貨であることを示しているとも考えることができます。また金は信用の裏付けを必要としない金そのものに価値があります。世界の基述通貨であります米ドルに対する信任が徐々に低下し始める中、改めて金の 価値保存力に注目が集まる可能性もあるのでは考えております。それではここからはピクテゴールド4月の基準価格の変動要因について見てまいりたいと思います。最初に右のグラフをご覧ください。こちらはベドル円レートの月間の推移ですが、ご覧のように4月の月初、3月のアメリカの ISM 製造業、 そして非製造業景況指数などが難聴であったことを受けてドル安が進行しました。しかし3月のアメリカの雇用統計で労働市場の底堅さが示されたことから利上げ継続観測が強まり、さらには日銀の上田新総裁が就任関係において大規模 金融緩和を継続することが適切である、えー、との考え方を示されたことを受けまして、円安ドル高に転じています。すね、中旬以降ですが、3月のアメリカの消費者物価指数などの経済指標が強弱入り混じる内容となったことや、5月の FOMC 開催を控えまして、揉み合う展開となりました。 まあ月末にかけましては、米国の中継銀行の経営難を背景に、一時的に金融不安が高まったことから、円高ドル安となりましたけれど、え月を通しますと、ドル高円安となりました。次に、左側のグラフをご覧ください。為替市場において、ドル安、ドル高となったのに対応するように、金価格もその裏返しですね、 金価格の上昇、そしてその後下落ということで、えー、こう逆相関のですね、関係がこういった対ドル円に対してもご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、月を通して見れば金価格は上昇と、えー、なってございます。まあ、直近の動きについては前半詳しくご紹介させていただきましたので、そちらの方もご参照いただければなというふうに思います。 それではまず、ピクテゴールド為替ヘッジありの基準価格とその変動要因についてですが、2023年4月28日の基準価格は1万飛び602円となりました。前月末日プラス58円、0.55%の上昇となりました。月間の変動要因ですが、金要因はプラス113円、為替ヘッジコスト等がマイナス50円となりました。 次に、ピクテゴールド為替ヘッジなしですが、4月28日の基準価格は15,811円。前月末比プラス320円。2.07%の上昇となりました。月間の変動要因ですが、金要因がプラス155円。為替要因がプラス172円となりました。 今日も前半でご紹介させていただきましたが、金はそのものに価値がある資産です。そのため今後も債務上限問題など、信用リスクが高まる局面では、最終的に相対的に魅力が高まっていく可能性があろうかと思います。また金は、株式や債券などの価格との相関が低く、 インフレに強い性格を有することからですね、分散投資の観点で重要な資産とも考えられます。そして地上に存在する全ての金には限りがあり、価値の貯蔵手段として中長期的に先行されるという構図に変わりはないというふうに思います。こうしたことからお客様のポートフォリオの分散のツールとして、さらには長期的なお客様のですね、資産の保全、価値保存の手段として、 金を組み入れる時代にあるのではと考えております本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました